j ミュージックの時間がやってまいりました。えー、前回に引き続きビートルズについて熱く語っていきますが、今回いよいよ具体的にそのアルバムをピックアップしてですね、名盤紹介という形で、えー、ビートルズの凄さについて、えー、語っていきたいと思います。イエス t e デイ えー、なぜこのような一連の動画をあげるに至ったかについてはですね、これまでの3回で、え喋、ー、ってますので、えー、そちらを参照していただければと思いますが、今回はですね、その、まあ、アルバム紹介、名盤紹介、ディスコグラフィー、えー、を網羅したいと思ってるんですけど、えっ、ー、と、基本的には、あの、ベスト版は除きます、えー。ベスト版除いて、あとパストマスターズも、えっ、ー、と、ちょっと外させてください。 で、まあ、アンソロジーとかは言わずもがなで、えっ、ー、と、で、オリジナルアルバムね、今一番一般的な、その、プリーズプリズミーから始まって、えっ、ー、と、ラストアルバム、ッドイ It Be で終わるという、う現在の,あのディスコグラフィーに準じてやっていきたいと思います。まあ、ああのー、ひょっとしたら、ッドイ It Be とか、あと、あのー、 イエローサブマリンとかね。<laughs> あの辺は、ちょっと割愛させていただくかもしれない。まあ、ちょっとその辺は、あの、ざっくりしてます。はい。あのー、そんなに厳密な動画じゃないっていうことは、あの、これまでも散々と言ってきましたけれども、あのー、ちょっと僕もどんぶり勘定で始めるものですから、あのー、その辺はちょっとあの、ご容赦ください。はい。で、今回は、この彼らのファーストアルバム、えザ、ー・ビートルズの、プリーズ・プリーズ・ミーという、 えー、こちらを紹介していきたいと思います。<日>えー、で、ちょっといきなりなんですけど、そもそもですよ。そもそも、そのアーティストの、その活動、キャリアをですよ。アーティストのそのキャリアをアルバムディスコグラフィーで辿っていくっていう流れなんとなくあるじゃないですか。あの、そ,それって、やっぱり、 結構ビートルズをやっぱみんな参考にしているというか、ビートルズの成功によって、あのー、その、アルバムっていうものが一つ、そのアーティストの表現したいものを一番表現できるフォーマットなんだっていう、うそういう形式が出来上がった。 あっていうのがありまして。で、だからしばらく、もう本当にこのつい最近に至るまで、このアルバムっていうフォーマットがものすごくやっぱ強固なものとして、まあまあ未だに残ってますけど。ね。あの、アーティストっていうものは、まあシ,シングルとかね、ひあの、シングルヒットもすごく大事なんですけど、やっぱりこう、アルバムを出してこそのところがある、あるじゃないですか。ね。それっていうのはやっぱり、あの、ビートルズがその流れを作って、 だと思うんですよ、ね、す、えー、まあ、あのー、アーティスト側としては、そういう、えー、自分のその音楽的な好奇心、ひあの表現欲みたいなものを満たす場所であるのと同時に、まあ、レコード会社としては、やっぱり、あのー、単価とか、こう、ね、もろもろ考えた時に、アルバムの方がやっぱ儲けがいい。だから、シングルがバカ売れするより、アルバムがバカ売れしてくれた方が、あの、レコード会社としても儲かる。 というような、まあ、利害の一致があって、多分、その、このなんていうか、アルバムっていうフォーマットを中心にした、あの、この音楽産業のあり方っていうのが、まあ、できていったっていうのはあると思うんですよね。あの、だから、そういう意味でビートルズの凄さについて、またここでもちょっと言うんですけど、そのフォーマットをやっぱ築き上げたのは、ビートルズの存在がすごい大きかったと思います。あの、もちろんビートルズが初めてではないにせよ。初めてではないにせよ、これをここまでの規模 にまで、こう、これが、ここまでの規模まで大きくなった。産業として大きくなった。 産業構造として巨大化したっていうのはやっぱりビートルズの成功っていうのはやっぱ外せないと思うんですね、えー。で、まあそういうわけで、あの、ビートルズのディスコグラフィーを辿っていくっていうことは、まあそういう道筋をまあ見ていくという側面もある。ね。で、まあ最近はちょっとね違いますよね。なんかやっぱこうアルバムで聴くっていう習慣がこう徐々に薄れてきているのはありますよね。そのサブスクとかあの登場によって、あの、結構ね、若いシンガーソングライターの子とかに好きな、あの、あの,あのアーティスト 誰とかって聞くと、誰それですって言って、あ,あ、僕も好きなんだよ。えー、っと、じゃあ、どのアルバムが好きって言うと、あ、僕あの、プレイリストで聞いてるんで、アルバムとかちょっとわかんなくて、みたいな。あの、そういう感じの聞き方をしてる人も結構大多数いらっしゃるんでね。あの、それは全然あの、いい悪いじゃなくて。で、ここへ来て、やっぱりね、少し、その、なんか、今までの、その、アルバム市場主義みたいなものが、あの、ちょっと変わってきてるなっていう。 ね、感じがするんですよ。ね、だから、あの、正直、そのね、ビートルズっていうのはもう本当に、あの、このアルバムから聞くのがいいよとか、あの、もう今、ね、数知れず、もう数えきれないぐらいそういう紹介の仕方をされてきたので、で、まあ、この後に及んで、そんな時代背景にあって、このアルバム1倍にこう、こう、しゅ、ね、 焦点を当てて解説していくっていうことが、果たして、あのー、そこまで時代性に沿っているかっていうと、まあおそらく沿っていないと思うんですね。<laughs> 今更、あのー、ビートルズのアルバムをですよ。アルバムごとにこう紹介していくっていうのはですね、もうこれはもう、いや、まあ、や,や、され尽くしたことだとは思うんだけど、まあ、あのー、でも、今ちょっとやりますよ。 はい。あのー、もうこれは、もう、か、た、完全に抗いたいだけです。はい。<laughs> ということでね。あのー、じゃあまずこの、えー、ね、前置き長くなりましたけど、ザ・ビートルズのプリーズ・プリーズ・ミー。でー、このね、ジャケットなんですけど、この構図、めちゃくちゃ有名ですよね。この写真ね。えー、で、これと同じ場所で撮った、あの、別テイクの写真が、あのー、 ね、去年あの Now and Zen って曲と一緒にリーシューされた赤版、青版っていうあのビートルズのすごい有名なベスト版があるんですけど、赤版、青版にもこのあの構図の写真が使われたというね。で、前期から中期までを網羅した赤版にはこの写真が使われて、で、青版の方には、あの、割とバンドの末期のね、えっ、ー、と、こんなみんなスーツ着て、 爽やかな感じですけど、青版のジャケットは、あの、構図は同じなんだけど、もうみんななんかこう、ゲ生やしてね、もうジョンなんかヒゲで顔隠れてるってぐらい、あの、もうモサモサの状態で映ってたりとかっていう。まあ、で、あの、まあ、please ズミーのジャケットはこれなんですよ。はい。でね、あのー、見てください。プリーズプリーズミーって書いてあって、えー、っと、with love me do and twelve、uh, other songs っていう風に書いてあります。 えプリーズプリーズミー、Please, Please, えー、そして、えラブミードゥっていう曲が入っていて、その他12曲入ってますよっていう、まあ触れ込み。これやのね、わざわざこうジャケットに書いてある。これもね、時代ですね。あのー、アルバムっていうのが、その一つで、一枚で一つの作品っていうよりかは、あのー、まだまだその、 曲の寄せ集めっていうか、あの、お、お買い得版みたいな感じの、えー、立ち位置だった。ね、そういうのが、まあ、こういうアルバムのジャケットなんか見てもわかるわけですね。はい。で、えー、この Please Please Me は、あの、ビートルズがですね、このまさに表題曲の Please Please Me っていう曲、これはビートルズが初めてチャートで、えー、1位を取った曲なんですけれども、この曲の大ヒットを受けて、えー、急遽制作されたあアルバムです。えー、全14曲ありまして、で、えー、っと、 この時、この時点で、えっと、ビートルズは、あの、デビューしてすでに、えっと、2枚シングルを出してまして、えーっと、Love Me Do と Please Please Me。で、それぞれの B 面曲で合わせて4曲すでに、まあ、リリースをされていたんですけれども、このアルバムを出すにあたって、え、あと、まあ、だから、10曲、え、吹き込まなきゃいけないということでですね、え、かなり、時間の限られた中。 時間も予算も限られる中ですね。えー、っと、オリジナルはもちろんですけれども、彼らが当時ライブでよく、えー、レパートリーとして演奏していた、えー、R&B とか、古いロックンロールの、えー、カバー曲をですね、えー、入れまして、全部で14曲揃えた。えー、というわけです。で、オリジナル曲が8曲、で、カバーが6曲っていうね、ことなんですけれども、これ、今日的な感覚では、え、カバーそんな入ってんだって思うかもしれないんですけど、これ、 この当時としては、とてつもないことだと思いますよ。この、だって、えー、っと、一番年上のジョンが1940年生まれで、えー、っと、この時、62年か3年だから223とかですよ。一番年上のジョンが223とかの若造で、えー、で、イギリスの片い中から、こう、ポッと出てきた。 えー、半分不良みたいなやつがいたりとか。まあ、とにかく、その、ね、ビートルズっていうのは労働者階級出身ですから。はい。で、そんな、あもうどこの馬の骨ともしれない若者4人がですよ。あのー、その書いた曲っていうのをですね。そのオリジナル曲っていうのをここまでフィーチャーする。デビューアルバムで。だからそれは、あの、すごいことです。もちろん、あの、ビートルズが、あの、多逼した作曲能力があった。 っていう。あのー、で、そこにものすごい魅力もあったっていうのは、まあ大前提なんですけど、あのー、にしても、当時のイギリスのこんな若者たちをですね、のオリジナル曲をよくぞまあここまでフィーチャーしてやったなっていう。えー、だから、このデビューアルバムにして、えっ、ー、と、オリジナルの方が比率が多い。えー、っていうことは、これものすごいことです。 でだからそういう意味では、あの、歴史的な一枚だと思いますね。あの、その後の流れを変えた、あ一枚だと思います。あの、当時本人たちがどれぐらいそ,そういう自覚があったのかどうかわかりませんけどね。はいで。で、この、あの、アルバムなんと言ってもですね、あの、とにかく時間がなかった。あの、とにかく時間がなくて、まあ、予算がないっていうことは当然あの、ね、だって音楽を作るには、 その、ね、当時はもうバカでかいスタジオをこう借りて、バンドだから、あの、それなりに広さのある、あの、スタジオをもう借り切って、え、やったりだとか、で、スタジオを動かすっていうことは、そのエンジニアだとか、アシスタントとか、あそのね、ものもの人が動くことになりますからね。えー、そういう意味では、あの、ものすごく、まあ、これは今でも変わらないですけど、音楽作る、そういうスタジオを作って、使って音楽作るってなると、まあ、当然、予算もかかってくる。 ね、えー、わけなんですが、えー、ですからその予算は、まあ、やっぱ、まだなくて、えー、ってなると時間も限られてくるっていうんで、で、今、あの、先ほど言いました通り、シングルはもう2枚出してるから、えっ、ー、と、その分の、だから A 面、B 面、それぞれ、えっ、ー、と、2曲ずつ、だから4曲はすでにある。で、残りの10曲をですね、なんと、えー、たった1日で、えー、レコーディングをしてしまう。ね、たった1日って言っても、あの、24時間じゃないですからね。 あの、当時のアビーロードスタジオっていうのは、あの、結構規則が厳しくて、あの、何時から何時までしか、あの、セッションできませんよっていうのが厳密に決まっておりました。えー、ですから、この日、ビートルズがこの10曲のレコーディングに使うことができた時間っていうのは、10時間弱だったと言われています。ね。10時間弱で、10曲を、えー、ほぼ、完パケまで持っていくというですね、あの <laughs>、 信じられないような所業をやってのけました。まあもちろん、あのー、ライブですでにこうやり慣れているレパートリーだったっていうのはあるし、一曲一曲がね、このアルバムまあ2分か、まあ3分の曲が入ってないですね。全部2分台。曲によっては1分台の曲とかもあるので、まあ一曲一曲が短いというようなことを、まあ加味したとしても、えー、10時間で10曲取り終えちゃうっていうのは、これはものすごい、 あの信じられないです。人間技じゃないですね。はい。いくら一発撮りって言っても、その、歌と演奏はやっぱ一緒には撮れないんですよ。先にやっぱり、そのバンドの演奏をリズムトラックとして撮って、そこにこう、歌を、こう、後から撮るっていうことになるから。だからリズム撮りと、あとそのボーカル撮りっていう二つのプロセスは当然あるわけで、えー、ってなると余計ハードル高いわけですよ。 あのー、10時間で10曲取るっていうのは。うん。でも、あのー、やってのけたんですよ。彼らは。本当に、あのー、すごい、えー、ことですし。まあ、ですから、あのー、そういう意味でものすごく、あのー、ライブ感のある、えー、サウンドになっているし、 あの、曲によっては、ちょっとその、荒い部分もあるし、あとその、ジョン・レノンが、なんとこの、このレコーディングの日に、えっ、ー、と、風邪をひいて、喉のコンディションが結構最悪、みたいな、えー、そんなアクシデントもあり。えー、だそういう意味で、あの、荒さもちょっとあるし、あの、つたなさも若干あるんですけど、あの、それを補ってあまりある、もうその、この若さ、えー、情熱、もう爆発しております。はい。はい で、ちなみにその、えー、っと、ジョン・レノンがその風邪ひいてるのはよくわかるのは、 あの、全体的にね、あの、鼻声なんですけど、あのー、特に最後の曲のツイスドシャウト。これあのー、もうむちゃくちゃ人気の曲ですね。あのー、これはビートルズの曲じゃなくてカバーの曲なんですけど、今ではもうビートルズの曲として、えー、かなり有名ですよね。ツイスドシャウトの時はもう完全にもう、これが、えっと、この、えっと、プリーズプリーズミーのセッションの一番最後に撮った曲らしいんですけど、あの、もう、ジョンの声ガラガラですからね。まあ、あのー、もともと彼の声がそういうワイルドなボーカルースタイルに向いてる声だから、 ああのー、まあ、気になんないっちゃ気にならないですけど、もうよく聞くともうガラガラで、あの曲の最後の、あ、シェイケ,ェイケベイベー,ー、シェイケー、シェイケー、ベイベー、ナン、シェイケー、シェイケー、シェイケー、ベイベー、なって言ってるところなんかは、もう、あの、ピッチが上がりきってなくて、もう、もう、やけくそで歌ってんだな、みたいな、あのが、あ、すごい伝わってくる。でも、むちゃくちゃかっこいいテイクですよね。 あのー、そのツイストシャウトのボーカルテイクは、あのー、どうやら、えっと、テイク2、2本撮って、で、テイク1の方が使われてるらしいので、だから本当に、ザ・ファーストテイクっていうことになります。はい。ね、えー、もうそういうのも聞いてると非常に面白い、えー、わけなんですが、まあ、あのー、なんと言ってもですね、えー、この、ちょっと、話がどこに行くかちょっとわかんないんですけど、 まあでもなんといってもその、オリジナル曲がすでにこのデビューアルバムの段階で、ええ、むちゃくちゃクオリティが高い。あの、他の楽曲、他のカバー曲と比べても遜色ないクオリティの、あの、楽曲が並んでいるっていうのはもうこれ共端に値しますね。あの、ビートルズは没になった曲もやっぱたくさん。 あるらしいんですよ。あの、デビュー前に書いた曲で。ゲットバックって、あの映画の中でも言ってたけど、えっ、ー、と、ジョンとポールで合わせて100曲ぐらいはあるんじゃないかみたいなことを言ってたんですけど、あのー、本当に、これはもうクラシックの世界で言うとモーツァルトとかもそうですけど、やっぱり、あの、書く人って、書ける人って、やっぱね、書いてるんですね。はい、あの、すいません。<laughs> 私も、本当に耳が痛いところでね、あのー、本当に、 たくさん、やっぱ、書くからこそ、ね、量は質を生むじゃないですけど、うん、これはね、やっぱ、すべてのクリエイターが肝に銘じるべき、命じておくべきことではないかなと思いますね。で、ちょっと、あの、豆知識なんですけど、あの、4曲目のね、Chains って曲があって、あの、これはカバー曲なんですけれどもね、作曲者を見ると Goffin King。キング っていう作曲者なんですがこれはゴフィンキングはもうこれ紛れもなくあのキングっていうのはキャロル・キングですねあの70年代に活躍した女性シンガーソングライター、えー、女性シンガーソングライターのもう本当トップオブトップでしょうキャロル・キングっていうのはあの60年代に当時のあの旦那さんの、えー、ジェリー・ゴフィンっていう、えー、ジェリー・ゴフィンだったかな名前が違ってたらすいませんジェリー・ゴフィンっていう旦那さんと一緒にとソングライターチームをそのチームでやってまして えー、チームで動いてて、で、楽曲提供をしていたんですね、60年代。まさかビートルズのデビューアルバムにこのキャロル・キングの名前があるっていうね、これはなかなかあのびっくりな話ですよね。はい。アルバム全体のその聞きどころになると、まあそのライブ感とかっていうのもそうなんですけど、やっぱりあの全体的にそのハーモニーがものすごく こう、フィーチャーされているっていう。で、あの、このアルバムの段階では、やはりまだその、ギターミュージックとしては、そこまで、こう、完成しきっていない。だから、あの、そんなにむちゃくちゃ有名なギターリフとかもないし、あの、どっちかっていうと、あの、ハーモニカのフレーズ、please, please me だったら、あの、てーてーてて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 もそうだし、

えっと、ジョンとポールとジョージの3人による、こう、綺麗なハーモニーっていうのが、こう、全編通してものすごく印象的。で、当時はですよ、当時、レコーディングは、あのー、ハモリはどうやって撮ってかったかっていうと、あのー、みんな一斉ので撮ってますから。あの、今だったらハモリは多分1本ずつライン、あのー、特殊な場合を除いて、あのー、一人ずつこう、 多重ューロコンで重ねていくみたいな撮り方が主流なんですけど、あのビートルズはあのせーので歌って撮ってますからね。あのハモリは。あの、間違いなくこの、プリーズプリーズにおいては少なくとも間違いなくそうです。はい。あのー、せーので、えっ、ー、と、リードボーカルと、えっ、ー、と、コーラスも撮ってます。ということで、だからいかに、あのー、だから、演奏能力、ま、あ演奏能力っていうか、その、 彼らのボーカル力ですかね。あの、いかに飛び抜けていったかっていうことも、そういうことを、あの、踏まえて聞くと、なんとなく分かります。はい。で、あとは、あのー、ポールのベースラインがやっぱ際立つ、この I saw her standing there っていうね、このアルバムの一曲目を飾る。もうこれはもうね、えー、時代をつんざく、名曲ですね。I saw her standing there ね、えー。これがやっぱ一曲目に来るっていうのは、 あのでしかも普通だったらこのプリーズプリーズミーって表題曲を一曲目にしそうなもんじゃないですかねだってあのスティー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 ってめちゃくちゃあのねキャッチーなフレーズだしシングルでヒットもしてるわけだしだからそういう意味であの一曲目に持ってきそうなもんじゃないですか なんだけど、あの、プリーズプリ p l e は、あの、A 面の一番最後に出てきます。ね。あのー、この辺も意図してのことなのか、まあ、あのー、プリーズプリー l e 一番売れてる曲を後の方に持ってきて、ね、で、そこまでこう、なんとか引っ張っていくみたいな、そういう、あの、意図があったのかもしれないですけれども、まあ、その辺はね、わかんないけど。うん。<laughs> まあ、ともかくこの、I SO HA STANDING t h e ね、もうアルバムの曲名を飾るにふさわしい。で、この、ワン、ツー、で、この、1, 2, 3, ポールの異性のいいカウントから始まるってね、これがもうね、ライブ感抜群っていうか、あの、すごい、こう、ものすごい効果的なね、このカウント、始まった感めっちゃあるし、デビューアルバムの1曲目がこれっていうのはね、ものすごい、あの、素晴らしいなと思うんですけれども、あの、なんとですね、この、ポールの有名な1,2,3,4っていうカウントは、これ、あの、後乗せらしいんですよ <laughs>。 <laughs> 後のせっていうか、後のせっていうか、正確には、あの、アイソハースタンディングゼアの、ま、いくつかテイクがあるわけですよ。いくつかテイクがあって、で、OK テイクの冒頭に違うテイクから、ワン、ツー、スフォーの部分だけ、当時あの、レコーディングってのテープでしょ磁気テープですけど、そのワン、ツー、スフォーの部分だけ、切り取って、頭に持ってきた。ですって。 <laughs> 初めて聞いたときびっくりしました。だから結構、あのー、ビートルズのこのファーストアルバムっていうのはなんかすごく一発撮りで、みたいな。あのー一ま、一日で撮った、みたいなね、ところがフィーチャーされてますけど、実はその辺のプロデュースもしっかりしてる。で、それはやっぱりジョージ・マーティンですよ。 ね、ビートズ、5人目のビートルズって言われた、あの、プロデューサーの、サウンドプロデューサーのジョージ・マーティンっていうね、彼がやったことですね。で、実は、あの、レコーディングは、まあ1日だったんですけれども、その後、要はそのミックスセッションっていうのがあるわけですよ。あの、ミックスとか、あとは、あの、オーバーダブを、えー、と、音を重ねる作業ですね。あの、まあ当時の機材では、音を重ねるっつったって高がしれてるんで、あの、楽器一つ足すか、それぐらいかの作業なんですけど、あの、そういうね、日が別日でちゃんとありまして、 で、えー、っと、この、あの、please, please me 聞いてると、曲によっては、あの、ピアノがちょこっと入っていたりだとか、あの、チェレスタの音、チェレスタってあの、グロッケみたいなね、音なんですけど、あの、それがちょこっと入っていたりだとか、あのー、結構ね、プロデュース、ちゃんと手が入っているんですね。えー、で、と、で、そのミックスセッションっていうのは、あの、このレコーディングの別日で行われていて、で、ビートルズはその席にいません。 あの、その辺の作業は、あの、全部ジョージ・マーティンがやった。ジョージ・マーティンとそのレコーディングエンジニアとの間で行われた。でなんでかっていうと、そこは、あの、ミュージシャンが立ち入る領分ではなかったっていうところがあると思いますね。はい。あの、だから、えっと、その時点ではまだ、その、ね、ビートルズはまだまだそのミュージシャン側の立場で。えー、とりあえず、あの、いい演奏といい歌を歌って。で、それを商品にするのは、 コントロールルームにいる、その、プロデューサーとかエンジニアの仕事。っていうふうに、まあ、住み分けがきっちりしてた。あーというわけなんですが、あーこれアルバムがこう、時代がこう、下っていくにつれて、その図式がこう、徐々に変わっていくっていうのは、まあ、これまでにえ何度も言った通りです。ということで、えー、まあ、please, please me。えー、まあ、あのー、 やっぱ爆音で聴くべきアルバムだと思います。ビートルズの全ディスコグラフィーのうち、あの、最もでかい音で聴くべきアルバムだ,だ、ですね。あの、皆さんの環境が許す限りの、えー、爆音で聴くことをお勧めします。ということで、えー、次回もまたお楽しみに。どうもありがとうございました。